どうも、三浦大知です。シフ、カンフーゲームを本日からやっていこうかなというふうに思っております。このゲームね、どうやら倒されると、まあカンフーでね、格闘ゲーム的な感じで戦っていく、進んでいくゲームらしいんだけど、倒されると、年取るんだって。もう面白そうでしょ？その情報だけ仕入れまして、もうぜひやってみたいと思ってね、発売を心待ちにしておりました。発売おめでとうございます。ということで、それ以上の情報はほぼほぼ分かっておりません。ですので、ちょっと皆さんと進めながらですね、このゲーム紐解いていこうかなというふうに思っております。それでは、始める。あ、なんか走ってったよ、屋根の上。雨降っております。コントローラーに振動が伝わってきております。あ、これを動かす感じね。これは？白。白尾剣館かな。白い眉の拳の館です。白い眉の拳の館です。あ、これ入れる。あ、強攻撃。あ、え？そう、ちょっと待って。え？あ、何？道場破り的なこと？え、じゃ、強攻撃。あ、ちょ、わかんない。跳ね返し。はいはい。跳ね、あ、弱攻撃。え、ディー。あ、わかんないけど。あ、いい。お、強いじゃん。え、音ちっちゃい。ちょっと待って。あ、なこれ。金敵金敵？金敵大丈夫？金敵したら大変じゃない？上げていくかこれ。マックスでやってみるか。よし。あ、いいね。ちょっと大きくなった。道場破り的なことなのかな？これ。あ、ぽいね。誰からだ？お前か。いやた。さあ、格闘ゲーム全く通ってきてないです、私。さあ、倒していけるのか。いや、お、二人同時はやめろ。二人同時やめて。あ、いて。ちょっと待って。あ、おっと、トン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 。この跳ね返しが大事っぽいね。えいえい。いや、はは、通りゃ。えい、たたたたたた。おお、いいですね。いいですねって。これ今俺動かしてるけどさ、これいきなり道場破りしてるけど大丈夫？は、花ごめんなさい。花を叩きました。えい、こっちでいいの？こっちで合ってる？花を焦点してたな、多分。これは？あ、飛ぶ、登る、どうしよう。おお、びっくりした。お、ん？なんか強そうなやつ。なんだ？ん？あ、あ、味方？調子に乗るの。え？なんかこれ大丈夫？なんか動かしてるやつ、なんかこれ俺が動かしてるやつ、これ何？悪い主人公、悪いやつってこと？道場破り？まあ、か、あれか？ここがその、なんか敵の、本拠地みたいな？ところに、仲間たちと乗り込んできてるみたいな感じなのかな？どういうことだろう？駆け足。あ、これで走れる。はいはいはい。駆け足。でもさっきも言ったけど、俺本当に、格闘ゲーム通ってきてなくて、果たしてこのゲームさ、面白そうって言って始めてるけど、できんのかな？開けた。ん？台所、あ。は、早く倒せ。ん？え、なんか武器持ってない？ぶ、おい、あ、なんか取った。取った。わかんないけど。わかんないけど取った。いけ、とど。武器を使うなんて。いや、あ、武器を使うな。
武器を使うなんてって言って、もう俺武器掴んだな。え、あ、こういうの掴めるんだ。たた、あ、投げるってこと？これは？これ何？ R1。 あ、これで蹴ったりもできるんだ。ほう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 。とりあえずキッチンにいる2人を倒しました。で、ここはなんだ？ああ、いるよ。え、これまた戦いか。まあ、乗り込んできてる感じだもんね、多分この今動かしてるキャラクター。また姿を見せた。あ、戻ってきたんだ。会えて嬉しいぞ。 It's been a while。 いけ、 T、 たたたた、いや、ん、回避回避。あ、これね、ほほ、おお、よいしょよいしょ。あ、この跳ね返しと回避をうまく使わないといけないんだ。お、なんか強そうなやつが一人残ったぞ。一番強いんじゃないか。ティ、よし、倒した。この下のゲージは何だろう、何のゲージなんだろう、わかんない。あ、麻雀してたんだ。麻雀してたってことね。あ、あ、ご、あ、ごめん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 、麻雀してたのに。で、麻雀どころじゃないか、ちょっと俺がなんか乗り込んできちゃったから。でもまた会えて嬉しいぞ。なんかもうここに来るのは間違いだったなみたいな、戻ってきたのかみたいなこと言ってたよね。ってことは前に、あ、これは、あ、これも味方か。Where is he? あいつはどこだ。ほう、誰かを探してるんだな。この味方もめっちゃ強そうじゃない。なんか剣持ってるじゃない、ナイフ的なもの持ってたよ。はい、で、ここオープン。ほっ、わっ、なんかあのおじいちゃん強そう。You've gotten slow, Sifu. あー、これがお師匠さんなんだ。そして父ってこと？父だって全然言えてないよ。父ってこと？お父さんってこと？You were a mistake. 育て方を誤った。I should never have taught you.Now you know too much. この5人で乗り込んできたんだな。 By returning here tonight, you've given me a second chance. めっちゃ強そうじゃん。 This time, I will do what I must. ああ、映画で見るやつ。クイクイ。よし。あ、これ何、このシフーと相手強っ。シフーと戦わないといけないんだ。ヘイディ、避ける、これで避ける。はい、これ跳ね返し、跳ね返して、トン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 、トトトトントン。あ、痛い、金敵金敵じゃない今の、金敵やめて。これ何、これ何、あ、何これ何、わかんない、目つぶし。よいしょ、シフー、シフーに勝つ時が来たのか。わあ、でも強いぞ。でも育ててもらったっぽかったよね。なんで倒しに来てんの、何があった。まあでも育て方を誤ったみたいなこと言ってたもんね。これな、これさっきなんか出たけど、これなんだ、なんかこれ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 、足払い足払い、ええ、え、倒れてるけど、どういう状態これ。攻撃できないけど、よいしょ、弾いて。師匠を超える時なのかこれ、今いきなりクライマックスみたいな感じ。痛い、強い、やはりシフー。
おいしょ、避けて。弾く、弾く。あ、弾けてない。トン、トン、トン。あー、強い。ちょっと待って。あ、まずい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 。まずい、まずい、まずい。え、これどういう状態なんだろう。体力とかないのか。強い、強い、強い。てい。いや。トン。お、シフ倒した。え、あ、何、棚の中に誰かいんの。子供っぽい。Show yourself。キャラクターを選択。ああ、これ？はい。男性。あ、何？これが自分が動かすキャラクターなのかな？え？うわ、この5人めっちゃ悪いじゃん。嘘。え？どういうこと？え？切られちゃってるけど。あ、でもなんか光ってる。お父さんなんだ。この子のお父さんなんだ。シフっていうのは実際の父親なのかな、それともその師匠のことを父のようにみたいな。あ、あー、ここから復讐が始まるんだ。復讐だってちゃんと言えてないわ。復讐が始まるんだ。演芸家、跳ね返し、受け流し。どういうこと？これタイミング難しいね。 OK。 はい、はい、はい。たたたたた。たた。あ、これ受け流しをしないといけないんだ。で、よろめいたら？ん？どういうこと？攻撃を受け流した相手に対して決め投げ。あ、決め投げね。これか。おいしょ。おっとっとっと。あったあった。いや、おお、あの子が復讐をするために今倒したのってさ、だってあのナイフ持って切りにかかってきたやつだよね、これ。上段攻撃を見切る。ん？どういうこと？どういうこと？待って、わからない。あ、こう、うわ、むずっ。ちょっと待って、めちゃくちゃむずい、これ。いや、よいしょ。大きい。あの5人に復讐をしていくんだ。多分そういうことだね。あ、なんだっけ、なん、三なんちゃらコンみたいなやつ。小帝、小帝、これ、小帝、小帝。うわ、難しい、これ。え？上？ちょっと待って、めちゃくちゃ難しいぞ。下？
見切るのがめっちゃむずい。下、痛い痛い痛い、危ない、危ないというかもう当たってる。ていていてい、強っ。え、攻撃が受け流せない。おし、トン。いやー、これ結構タイミングしっかり弾いていかないと無理なのかもしれない。あ、なんか持ってる、実業家。足払い、どういうことで、あ、長押し、丸長押しで、あ、畳みかけ。おお、一撃めっちゃ強いじゃん。ちょっと待って待って待って、いやー、ちょっと自分が思い通りに動かせるまでこれ結構鍛錬が必要だな。まさにカンフー。棟梁、あ、これさっき最初動かしてたやつじゃん。おお、一撃が強い。弾いて、いけ、あ、たたたたた、シフー、すごいな。そういうことか。だからさっきの子供が大きくなって鍛錬を積んで、あのお父さん倒されたあの5人に対して復讐していくみたいなことなんじゃない。ここで倒されてたもんね。お、これ何、あ、これなんだ、フォーカス、アンロック。あ、なんかいろんなスキルみたいなのがゲットできるのかな。習得技能って書いてあるね。身をかがめて前進。あー、こういうのでいろいろ覚えていけば敵倒すのも結構楽になってくのかな。いや、金敵は痛いだろうね。まあどれも痛いと思うけど、滑り足払いなんかも絶対食らいたくないよね。あー、武器ね。あ、今上に書いてあったけど年齢20歳だね。今20歳スタートってことかな。これはズームイン。やつも主婦である父上に育てられ鍛えられた。俺はやつを兄のように慕い多くを教わった。やつは俺がまだ幼い時に妻と娘を連れて姿を消した。そして数年後再び現れ、残酷にも父上を殺めた。やつは現在町の高台に住んで伝統療法の療養院を営んでいる。俗世間と関わっている気配はない。あー、だから兄貴分だったんだね。本当のお兄ちゃんではないけど兄のようにしたいだから。あー、でいきなり姿を消したと思ったら数年後再び現れて、まあ父上を殺したと。でもなんかあのさ、もう中にいる人がさ、戻ってくるべきじゃなかったなみたいなこと言ってたよね。ってことはその妻と娘を連れて出てった時に何か問題があったんだろうな、すでに。あ、これがその療養院か。ここを訪れるのは末期患者ばっかりだ。ここでは苦痛を緩和するために様々な伝統療法を施している。奇跡の医療とやらのおかげでここ数年の間に不自然なほど評判が高まっている。不自然なほどっていうのが気になるね。いろいろ見れる。配送庫、かつては工業地区だったが職が失われ住民も退去。その後ギャングが根城にし誰も寄りつかなくなった。ほう、これは、あ、格闘家。ショーンには小さい頃に何度か会っている。やつの父もカンフーの達人で、これクンフーとカンフーどっちが正解なんだろうね。父上と知り合いだった。その両方の死に関わっているとは信じがたいことだ。ん？両方の死？どういうことだろう。あ、自分の父親、そのショーンの
父も死んでいるってことかな。でこの主人公の父親もまあ死んだから、その両方の死に関わっているってことなのかな。やつはクラブで開催されるバーニングというイベントに関与している。会場が混雑する前に行った方がいいだろう。ほう、これか、有名なナイトクラブ。学校をサボってばかりで困るとやつの父親が話していた。曲奏もあまりよくよろしくないそうだ。これはジンフェン、実業家。この町では名高いカンフーの達人で、父上と並び広く尊敬を得ていた。彼女は昔から正義感が強く、誰よりも先に恵まれない人々を守っていた。めちゃくちゃいい人じゃん。なぜ彼女が裏切ったのかわからない。だがその代償は払ってもらう。まあ復讐に燃えてるからね、今この主人公はね。彼女は現在とてつもない力を持つ巨大企業のトップに君臨している。今では以前より潤沢な資金で恵まれない人々を助けているが、いかにして短期間で財を成したのか怪しいところだ。ほう、あ、高層ビルにいると。このジンフェンは、これはこれなんて読むんだろう。黒木って書いてあったわ。黒木、黒木の過去は謎が多い。日本人であることは確実で、あの国の裏社会につながりがあるという噂だ。何かが原因で中国への逃亡を余儀なくされたらしい。彼女は現在美術館を運営しており、意欲的な自作展を開くため、日夜そこに入り浸っている。ほう、ミュージアム。あー、これがだから、でもう一人さ、ナイフの切ってきたやつ、こっちかな、切ってきたやつがここにいるんじゃない、配送庫。うん、だこれがそれぞれのまあ復讐すべき相手のねじろというか、それぞれがいる居場所なんだね。これは、あ、これなんか、ほう、お守り。死亡するたびにお守りの死亡カウンターが加算される。復活時はカウンターの数だけ加齢する。これだ、年取るんだ。年齢を重ねるたびにお守りの力は失われ、やがて効果が砕ける。効果がなくなると復活できなくなり、次が本当の最後となる。ほう、ってことはこれは残機みたいなもんなのかな。あ、これあの下のゲージかな、耐性、身を守るり戦う能力を表す。攻撃を受けるたびに耐性は崩れていく。あ、であれが、あの耐性ゲージがマックスいっちゃうと無防備な状態になっちゃうんだ。ふんふんふん、攻撃を避けると若干復活。ああ、だから敵の耐性を崩しながら自分の耐性は崩さないようにしていかなきゃいけないと。ゲームオーバーまたは終了を選ぶと、アンロック済みのステージを選んで最初からやり直せる。その際は、当該でいいのかな、当該ステージに到達した最も若い年齢からスタートする。前回のプレイで習得した技能とアップグレードは失われるが、アイテムと、情報ボードの内容、そして永久アンロックされた技能は引き継がれる。あ、ちょっとこれやりながらじゃないと分かんないな。あ、これ経験値もあると。ほう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 、これで技能を習得することができる。で永久アンロックっていうのをすると、もし本当に復活できなくなったとしても、その後に引き継げるってことかな。特殊攻撃、完全に回避するのが望ましい。敵の獅子が光る。はあ、でこの攻撃は避けなきゃいけないんだ。回避するしかない。光、赤い円が表示される。 OK、 それは気をつけなきゃいけないね。これ反撃、よろめき、混迷かな。一部の攻撃は適切なタイミングで跳ね返し、または見切りをすることで反撃できる。攻撃を受け流し、相手に打撃または投げ技で反撃可能。攻撃がスローモーションになり、この間に敵に攻撃を与えると混迷状態にできる。まあ、とにかくしっかり受け流して避けてってやっていかないとだよね。あ、シフ、父上、仇を取りに行ってまいります。で、ここなんか他に見るもあんのかな。ここでなんかたたた、ああできるんだこれ。
で、こうなんか上とか下とかを避けるのがめっちゃ難しそうだったんだよな。これで跳ね返し、たたたた、これ弱弱弱で強強強、はは、あ、でこれね、あ、合わせ技とかある。四角が4回の三角とかね、1234、あー、こういうこと、どの技が強いかは試していかないとかな。背骨折り強そう。三角三角四角三角三角三角四角、合ってんのかよこれ出せてんのかが分かんないわ。あ、これ何、あ、違う、あ、これだ。あの夜俺の喉を切った男、最初の標的はこいつだ。奴は栽培家としてギャングに関わっている。倉庫からは一歩も出ないらしい。園芸家、ああ、ここに追加されたってこと。ああ、はいはいはい、ん、これ何、廃倉庫、始める、始める、あ、これがマップ的なことかな。こっから外には、あ、出ないのか。あ、あれで選んで、これ何、あー、これ練習できるってこと。あ、これで攻撃的、はい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 、これ受け流しね、1,2,3、あー、受け流されることもあるもんね。難しい、1,2,3,4、あれ、さっきの技出ないの、1,2,3、違うな、1,2,3,4、違う、えいえいえい、しっかりこれ見切った後に、ああ、だから先に動かない方がいいのかもな。先に見切って攻撃かな。あ、これ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 知りたかったね。これ溜まるとこういうことができるんだな。ああ、これでよろめかせたりとかができると。オッケーオッケー、ちょっと行ってみるか。じゃあまず廃倉庫から。復讐の始まりである。おお、始める、はい。いやー、楽しいな。めちゃくちゃ難しいけど。さあ、ギャングの根城になってるってことだから、ん、何これ。ああ、倉庫の入り口が封鎖されてると。別の入り口を探そう。こういうとことかはいけない。あ、これ光ってるじゃん。てかもういるじゃん。あっ、あ、違うのか。おお、ここからがあんのね。おお、すごいじゃん。たあ、えい、あはあ、私の敵ではない。とう、いや、あは、ほう、よし。まあ、これだって最初の、これ何、あ、スマホ壊しちゃったのかな。ごめん、すいません、すいませんってすいませんって言う人は肘をあんな首にグンってやらないよね。最初の面だからね。まあ、まだそりゃさ、俺レベルのでもいけるっしょ。これは上登れそうじゃない、これ。おお、すごい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 。あれ、いるよ普通に。薬中、こいつらは問題ない。なんかアイテムとかあんのかな。ああ、いる、びっくりした。えい、トントントン。あ、いるね敵。こんにちは。ちょっと探している人がいるんだよ。あんたらの
ボスかもしれないね。園芸家を出したまえ。こんにちは。て今あの瓶の切り上げ方かっこよかったな。これは上に上がってってるけどいいのかな。合ってる。てん。えい。よいしょ。そしてはいはいはい、体勢を崩した後にドン。助走をつければいけそうだ。助走をつけて、はい、ああ、はいはいはい、よいしょ、 OK。 ほっほっほっ、はいはい、よいしょ、オッケー。あとは意外と急に出てくるからね敵。あ、この人大丈夫ですか。なんか薬中的なこと言ってた、薬が的な。すごいじゃん、なんか扇風機からビーム出てるけど涼しそう。あ、ちゃんとコントローラーに振動くる。これなんだ、パープルミスト。あー、麻薬なんだ。父上が殺されて数年後に出回り始めた。町中の流通量はこのところ劇的に増えている。あー、これを作っているのがなんだっけ、園芸家、園芸家なんだ、ファジャール。え、その資金がさ、ここの資金源みたいなことになってたりしないのねえ、もしかすると。でもそれでね、貧しい人たちを助けてるんだとすると、どういう、あ、なんかめっちゃいる。なんか開かなきゃぶち破るぞみたいなことですよ。こんにちは。倉庫だ。倉庫はどっちだ。ファジャールを探している。あ、別に一番上のボスとかっていうことじゃないんだ。あ、何、なんかいきなり変わった視点が。とうとう鉄パイプやめて、鉄パイプやめてと言いながら鉄パイプ、鉄パイプパイプ、はい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 、さあ来なさい。とうとうとう、よいしょ、いい、はい、オッケー。ごめんね、いや、とう、よいしょ、いい。あ、なんかすごい、なんか足が、足燃えてたけど、いた、はい、あ、二人やめて、二人やめて、よいしょ、二人同時はやめて、たーと、いいね、強いぞ、一番強いぞ、はい、オッケー、よいしょ、よし、倒した。一番最後の敵強かったな。さあ次の場所へ。視点が変わったのも面白かったね。あと少しです、最後の仏も。ああ、これまた薬物の話してる？おいしょ、おいしょ、おいしょ。いや。てい。ポン。
よいしょ。はい、ごめんね。肘をカンカンってやつだね、今。だいぶ痛そう。え、これどこに行けば、あ、こっちか。はいよ。どうも。おお。てんてんてん。よいしょ。いや。あ、なんかあの赤くなるやつか。あれが避けなきゃいけないってやつか。あー、やばい。あ、え、死んじゃった。え、こんなサクッと。ほう。で、これで、あ、アンロックできるんだ、これ。複数の敵を転倒させる。前蹴り。フォーカス足払い。フォーカス回転劇。あー、どれがいいんだろう。あー、立て直し。立て直しも必要か？素早い回避攻撃を行い敵に背を向ける。これはどれがいいんだろう。攻撃されても攻撃が解除されない。準備動作中に攻撃されても攻撃が解除されない。はあ、どれなんだろうね。フォーカスした足払いみたいなのいいのかな。しばらく転倒させる。これしてみようか。はい、アンロックで復活。はい、あ、一歳年を取りました。あー、まずい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 。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。え、そんな感じで、これか。てい、てい。お、なんだ、なんか回数がマイナスというか、ドクロが1から0になった。な、なに、なんかさ、オーラまとったけど。とう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 。強い。よし。たたたたたた、あった。よし。いや、ちょっと難しいかも、このゲーム。こっち来たところか。早速。ん？あ、あそこが倉庫か。早速さ、一歳年を取りました。これなんかある？あ、これまたスマホが壊れてる。これは今のはね、私関係ないですから。あ、これ、おお、デッキブラシ、デッキブラシ持ってくか。あ、これなんか、ここであれか、栽培してた的な話なのかな。あ、ごめん、なんか壊しちゃった。はい、こっちかな。もう取って壊れてるけどね。開いて、これなんだ。ほ、これはなんだ。耐性の上限、報酬を一つ。アンロック年齢上限。テイクダウン。年齢によって何これ。
あ、なんか選んじゃったよ。耐性の上限を選んじゃいました。一個だけ選べるんだ、これ。なんか他のが良かったかな。ちょっとわかんないな。なんか他のが良かったかどうかちょっとわかんないけど。永久アンロック。永久アンロックしとく？あ、てか、いける？これ。どういうことなんだろう、これ。でも他のやつアンロックするか。780溜まってるもんね。立て直しも必要かもね。でもこれもいいけどね。準備動作中に攻撃されても攻撃が解除されない。こっちの攻撃が止まらずにいけるってことだよね、多分ね。あ、でも立て直しかな。立て直しにしよう。オッケー。あ、これがあるときには、その、なんか、報酬的なものがもらえるんだな。で、あ、これか、上か。はい。すごいね、何の取ってもないのに。あ、ごめん。また蹴っちゃった。おいしょ。トン。てい。いや。開いて。よいしょ。ああ、そこまた飛ぶのね。麻雀卓、ちょっと倒さないように気をつけるわ。何もないかな。ここに来るとなんか振動するけど、何なんだろう。あのコントローラーがなんかあんのかな。上関係ないか。こっちか。よし、できます。ああ、またパリーンってしちゃった。行け。よいしょ。お、なんか強そうなのに。これはちょっと受け流さないとダメなやつかもね。見切る。こういうこと？強っ。ちょっと待って。これで、はい。目つぶし。トン。よいしょ。お、倒せた？おお。いけた。これは？あ、札束。犠牲者の血にまみれた汚れた金だ。ああ、こうやっていろいろ情報をゲットしていくんだな。やつらが何者かっていうのをいろいろ暴いていくと。わ、でもすごいじゃん。もうこの麻薬を使ってお金を稼ぎまくってるんだな。これ下に降りる感じ。こっちは何かある？何もないか。よし、降りよう。はい。あ、一個下の階に降りて。ここは、あ、ごめんなさい。すいません。手洗ってただけなのにごめんなさい。あー、すごい。トイレットペーパーが続いている。誰か拭いてるんですか、ここで。ここだな。はい。お、グズグズするな。あ、めっちゃ作ってるっていうか、あ、これお金を数えてんのか。これみんな敵ですか。失礼します。ステイ。ごめんね、後ろから。余裕がないのよ本当はさ。ちょっとねえ、そっちが攻撃してきてからみたいな、そういうジェントルさがあった方がいいのかもしれないけど、ちょっと余裕がないのよ。ていたーと。
ちょっと待って、受け流したいけど、ちょっと待って、後ろからやめて、ポンポン、へい、いたよ。あ平手打ちで、平手打ちで今倒れました、今多分。あー難しいなー。どれかな。敵を押し返す、あ、これも強そう。これにしてみよう。だから消費2バーって書いてあるから、バーを2つ使って復活。22歳になりました。まだいけます。よいしょ、はい、足払い、トントン。この状態何、このこのなんかさ、スーパーサイヤ人的なこの状態、ど、何このオーラをまとったこの状態。この状態の敵強いんだよな。はいはいはい、よし、あ、これで一応なんか倒すと、あのドクロが1個なかったことに一応なる。でも年齢は、年は取るんだな。あー、ここはもうこのマフィアたちの中枢だな。お、バーニング 10pm クラブにて、ここにショーンがいることを願おう。ゴロツキが今晩ここで開催されるイベントで賭けをすると話していた。はあ、はあははあ、は、そこに、ショーンってこれか、格闘家だ。あー、ショーンがこのイベントに来るのではないかということだね。あー、そっか、バーニングっていうイベントに関与してて、それが、この10時からやるよと、夜10時からこのイベントがあるぞということだね。あ、これさっき倒した大男だね。ここにも何かあった？あ、これは鉄パイプ。いやー難しいぞ。この先、ここ？あ、開けちゃった。ちょっと待って。なんだなんだ。なんか双子的な。痛い痛い。えい。早いのよ。これちなみにさ、この永久アンロックってやつやったら、あ、5回やらないと永久アンロックにならないんだね。オッケーオッケーオッケー。23歳でーす。とうとう、よし、たあ、トン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 。お、なしになったよ。これ何、避けるのどうすんだっけ避けるのどうすんだっけとか言ってるけど、避けるのこれか。よし、はいはいはい。いや、お、あ、鍵、倉庫内の移動がかなり楽になる。鍵を手に入れた、これは便利そうだ。あとは暗、特に何かがあるわけではない。すごいね、でもここ金庫いっぱいだから、ここにもうガンガンこのお金を集めまくってたんだね。双子的なさ、ツインズ的なこのタトゥーの感じだったよね、この敵ね。よし、進むよ。で、あ、これで
はいはいはい。重い扉で汚れた金を守っている。ああ、さあこの扉を開けた先に何が待ち受けているのでしょう。ほう、あー、敵いるよ。まずはあの扉の向こうへ。町中が待ってんだぞ。ポン！すいません。カンフー。私は23歳だっけ。3年間カンフーをやってきました。なんかお面つけてる人いる。てい、とうとうとう、一人一人行かないと。とうとうとう、たた、いや、あ、いて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 、囲まれるときつい。ちょっと待って、逃げたい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 、ちょっと待って逃げたい、待って待って待って、それはやめて。足払い、とうとうとう、よし、はい、立て直して立て直して、よし、オッケー、ほいほい、トン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 、あー、いや、え、でどうすればいいの。前蹴り、よし、24歳、順調に年齢を重ねております。とうとうとう、よいしょ、おー、はいはい、これが前蹴り、はいはい、うわ、難しい。はい、あー、強いわ。復活、まだコイン大丈夫。あ、2歳年取った。何度でも蘇ります。よし、これ最初のステージでこれ？俺全くこう格闘ゲームを通ってこなかったからさ、かなりパープルミストの生成に使われる花、あ、これが元になってるよと。薬のね、かなりね、やっぱ難しいわ。やっぱうまくできない。ここは開かないんだ。すぐ同い年になっちゃいそうだな。これ、これが避ける避ける避ける。ははははは。この避けるのが難しいね。で、これで後ろとか横とかにも避けれる。オッケーオッケーオッケー。なかなか難しいです、これは。上は特にないかな。まあ、大丈夫そうだね。よし、進むぞ。うわ、一人でいたいんだと。約束がある。あ、約束、あ、そういうこと。あの、嘘ついたみたいになっちゃったよ。あ、やんね。I don't know when you left Saw for John.今じゃ完全にイカれてる。ちょっといきなり、さあ、お、よし、早めに倒すことができた。トン、
よいしょ。お衝撃、今のはなんかなんとかうまくいったぞ。この先にいるのか、ファジャール。ヤンしか基本的にもう会ってくれないんだね。ちょっと無口な感じだったもんね、最初の方でも。あ、能力、体勢上限を上げる、テイクダウンでの体力回復量。あ、でも何、アンロック年齢上限、あ、これ分かんないな。体勢の回復量が増加、見切りまたは受け流しでフォーカス回復が加速する、フォーカスバーが 50% 増加、武器のダメージと相手の体勢の効果が増加。あー、どれを選ぶのがいいんだろうね。フォーカス回復が加速するにしてみるか。で、あー、でもこれもいいね、残しといてね。これはこの年齢がこの40とか60とかまでいかないとこれがアンロックされないのかな。これはどういうことなんだろう。耐性の最大値増加させたいけどね、倒されにくくなるからね。うーん、どうなんだろう。ちょっとでもフォーカス回復にして、フォーカスをこういっぱい出していけるようにしようか。うん、これにしてみよう。はいはい、これ他にもいろいろ覚えれるね。合わせ技の最後に強烈な上段蹴り、ああ、それも良さそうだな。回避攻撃を行い敵に背を向ける。うん、長押ししてるときに三角を長押し。ああ、これは刃物なんだ、めっちゃ強そう。どれかな。でもちょっとこれやってみよう。三角三角三角、よし、 OK。 まあ、これ武器持ってるからちょっと違うかもしれないけど。さあ、こっから、はいはい、ここはいけない。あ、ここだね。ファジャールいるのかな。まだいない。これはなんだ。お、あ、療養院の部屋のカードキー、キーカード。ほうほう、ここで使えるね。じゃあ、あー、こうやっていろいろ話とか人とかどんどんつながっていくんだな。はい、あれ、鍵がかかって、誰かの資質のようだ。これ使えないのかな。鍵を探さないといけない。おお、こっちだね。ああ、そうだね。ん、ここ関係ない、関係ないね。ここだ。すごいな。あ、ついにファジャールか。え、どんな能力。おお、急に始まった。おお、何、マジ、ちょっと待って待って、それは聞いてない、その強さ聞いてない。足払い、えいえい、はいはい、よいしょ。
あ、見切られた。危ない危ない。よいしょ。その赤いやつは避けないといけないんだっけ。いた。よいしょ。ほほほ。あー、ちょっと待って。おー、まずい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 。これでフォーカス、あ、バー不足。あー、むずかすい。復活。27歳。お、危ない。トントントン。はい、余裕なし。はい。ああ、おお、ほほほ。ああ、ちょっと待って。え、ファーストステージでこの感じ、どうすればいいんだ。よし、いけ。おお、強いな。お、脱ぎ捨てた。ああ、すごい、後ろ後ろの植物が、おお、すごい。どんな能力。竹林になった。え、どっから来るか分かんないじゃん。はい。おお、ちょっと待って。はい、足払い。はい、トントン。おっき、ナイフかい。ナイフやめて。トントントン。はい、え、トン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 。おお、はい。ああ、避けたのに。避けれてなかった、避けきれてなかったね。受け流しが難しいな、これ。受け流しがなかなかできない。タイミングが違うのか、これ。タイミングが遅いのか。あー、くー、復活。あ、1個割れた。31歳。もうそろそろためになります。ティ、おお、あ、ちょっと待って、ヒゲ生えてるぞ。ほっ、おお、おお、強い。ちょ待って、トントン、トントン。避けろ。あー、避けれない。目つぶし。はい、いけ。よいしょ。いい。 I have spent eight long years preparing. このために鍛えてきた。いけた。いけたのか。いや、ちょっと待って。最初のステージであれ、てかこれは何、自分のこれ浄土だ、あ、浄土だってそんなことありますね。え、道場を浄土って言う人いますね。え、本当ですか。浄土に戻ってきました。はあ、こういうことか。わ、面白いわ。あ、で、いろいろいけるぞと。あ、これなんか、
そっか、鍵もう一個あったもんね。なんか資質みたいな、誰かの部屋だっていうところの鍵は手に入んなかったから。でこれはなんか目のマークみたいなやつ、あと3つ探せてないけど、なんか見落としてたアイテムがあったのかな。ってことはこうなんか何回も行ってみたいな感じなのかな。またどっかのマップから戻ってきたりするのかもね。やっぱこれ双子なんだ、骸骨兄弟。あーで警備の担当だったんだね。いやファジャール強かったよ、一人目でしょこれ。いやーこの受け流しがさ、違う、このこれ、ほう、あ、これタイミングだな、やっぱタイミングが遅いのか早いのか、どっちなんだ、ちょっと遅いのかな。はい、あ、いた、おい、あ、一発目食らっちゃうね、こういうことか、ん？合ってる？ほ、あー、はい、今のはいけたね、はい、あ、これぐらいか、はい、今跳ね返してるね。はい、あーこのタイミング難しいわ、ちょっと自分が思ってるよりも少し早い方が弾きそう。オッケー、はい。え、で結局31歳です。いやーひげ生えました、なんか凛々しくなったな、さらにね。ということで、第1回目シフ、これ楽しいかも、ただめっちゃ難しい。このシフの復讐のためにあと4人かな、あの時父上を殺した4人を探しに、次回もまたプレイしていきたいと思います。いやー面白いわ、ちょっとまたシステムちょっともうちょっと調べとかないとな、あの能力とかね、そこら辺もちょっと気になる。なんかカメラ変になっちゃった、ツーショットにしてたのにシフト、はいね。ということで、第1回目シフ、ここまでにしたいと思います。また次回もぜひ、お楽しみに。本日もたくさんの方ご視聴いただきありがとうございました。以上、三浦大知でした。バイバイ。